今回ジョイスの姿はなかったね。ええ、それでも準備が必要です。記憶の裏に隠れた存在に気づいた以上、相手もブローニャたちに気づいて対策を取るかもしれません。とにかくいつでも戦えるように警戒すればいいのよね。その通りです。一応お前にも伝えておく。ブラッドは死んだ。彼は自分の仕事を完遂できなかったんですか？ああ、あのバカ、迫撃砲を使う時に暴発を起こしちまった。おまけに俺たちに金をくれる奴も一緒にあの世行きだ。奴はあっさり行っちまったが、俺たちの雇い主は話せないほどの大怪我を負って、誰のものかもわからん血を使って字を書くしかなかった。どんな遺言かと思ったら、結局遺体しか書いてなかったぜ。30分以上もあんな状態で、むしろ生き地獄だったんじゃないか。ブローニャ、俺がいつか同じ目にあったら、お前は俺を撃ってくれ。お前のマクシムおじさんはあんな恥ずかしい死に方をしたくないからな。ブローニャの銃の腕は他の人たちよりも優れています。そういう意味で言ってるわけじゃないんだが、ま、気持ちはもらっておくぜ。さあブローニャ、これからが本題だ。今回は金をもらえなかったが、偶然これを手に入れてな。これはパソコンだ。どうだ、初めて見ただろ。結局ブローニュが何かを覚える前に、パソコンはあの火事でお父さんのマトリョーシカ人形と共に灰になりました。シベリアの全てはいつもこうです。何か転機があると思った瞬間にまた絶望してしまいます。しかしそれでもブローニャはシベリアを憎めません。故郷ですし、母なる祖国の物語が存在した場所ですから。いえ違う、どうしてブローニャは記憶の中でこんな風に自然に思考できるようになったんでしょう。誰ですか？物語とはとても面白い表現ですね、ブローニャ在地区。何しろ人類の最も偉大な力は女児にありますから。その声はプロメテウスですか？その名で呼んでも構いません。少し信じがたいかもしれませんが、ウサギの弱点を知りたいなら今の話を最後まで聞いてください。では一つだけ質問させてください。あなたたちの世界の泡は逆転することなく消失しました。メイ博士も一緒です。私はただ運命に恵まれてデータという形でしばらく生きているだけです。この話はここまでにしましょう。未来へと歩き出す人々にとって干渉の情は何の役にも立ちませんから。特に私が新たに掴んだ情報によると、皆さんがまだ成婚計画に抗い、ましてやそれを覆そうとするなら、断りの律者の力はその礎になるでしょう。断りの律者が礎に？その通りです。話すと長くなります。それにこの美しいとは言えない記憶に滞在し続けてもメリットは何もありません。あなたたちのいる空間に少し細工をさせてもらいますね。その細工とやらでキアナとメイ姉さんをどこに移動させたんですか？